はい皆さんどうもとちです、えー、今回はですね「ロストアーカイブ」えーまあ、宣伝動画第2弾というところでやっていきたいかなというふうに思います。えー、まあこの前ですね、えーまあ、第1弾ということで、まあ、ざっくりチュートリアルの方ですね一緒にやってみたんですけれどもまあどれだけの方が始めていただいたかわからないんですけれども、まあ、相変わらずかそってるんでねあまあでも結構、まあ、なんだろう うーんとまあ、時間帯によってですけれども、やっぱり、まあ、対戦できる機会はちょっと多くなったかな、どうかなっていうところでございますかね。はい。えー、ということで、もっとファンをですね、増やしていきたいかなというふうに思うので、えーまあ、今回は第2弾ということでやっていきたいかなというふうに思います。はい。で、えー、っとですね、あ、なかなか進まないな。 はい、えー。で、この前、えーまあ、チュートリアルということで、まあ、ざっくりですけれども、えー、お話しさせていただいたんですけれども、まあ、今回はですね、ちょっとカードの方について見ていきたいかなというふうに思っております。はい。えー、というわけで、まあ、デッキということで、えーまあ、一応このゲームですね、えー、っと30枚のカードを一、えー、つのデッキとして、えー、戦っていくということになってますね。で、同盟カードは2枚までというところなので、 えーまあ、最低でも15種類のカードを組み合わせていかなきゃいけないというところなので、まあ、結構なんだろういろいろなカードを組み合わせていくので、えーまあ、その辺も踏まえてですね面白いかなというふうに思いますで、えーまあ、デッキ編成ということで、まあ、今ちらほら結構いろんなデッキがあるんですけれども、まあ、これについては、えー、気にしないでください、えー、で まあこの前の動画で言ったかもしれないんですけれども、えー、まあデッキを作る際というよりか、まあ、カードの種類ですね。えー、まあカードの種類が結構ございまして、てか勢力か。勢力が3種類ございまして、えー、っとまあ左から、えー、アードベック、えー、ポートエレン、カリラということで、えー、あるんですけれども、まあ、説明も書いてありますね。えー、アードベック、まあ、赤なんですけれども、えー、攻撃的なカードが多い勢力。えー、で、青、ポートエレンはスペルが多い勢力。 えー、で緑、えー、カリラですけれどもレリック恩恵を受けやすい勢力ということでまあどういうことだろうかというところなんですけれどもまあざっくり、えー、カードを見ていただきたいかなと思うんですけれどもまあまず赤ですね赤あーでえー、っとちなみにですねえー、っと勢力は、えー、複数組み合わせてデッキを組むこともできます、えー、一応メインとサブ、えー、あとサブんアクセントかという感じになってくんですけれども えー、まあ、それぞれ、えー、っと、メリットがございまして、えー、まあ、メインですね。え、一色で、えー、デッキを作る場合は、えー、最初の泥がプラス1枚されるというところで、えー、まあ、やっぱりこういう、この手のゲームですね。えー、ハンドの枚数がどうしても、えー、かなり大事になってくるんで、この最初の泥をプラス1枚っていうのはかなり大きいアドバンテージになるかなと思います。まあ、ただその分ですね、えー、っと、他の勢力を組み合わせていくと、 まあ例えばですね、アードベック、攻撃的なカードが多い勢力をメインにしてて、サブにポートエレンということで、まあ、呪文が豊富な勢力というところなので、攻撃的なカードと豊富な呪文を組み合わせていくという感じで、まあ、赤青のデッキになるんですけれども、まあ、サブで使う場合ですね、その勢力のカードに関してはマナコストがプラス1されてしまうということで、 単純に2色組み合わせられるというわけではなくえサブで使う方のカードはやっぱコスト重くなってしまうのでまあ使いづらいカードもえーまあ中にはちらほらあるという感じですかねはいまなのでかなりバランスは取れているかなというふうに思いますでえ3色で組み合わせる場合えっともう一つですねアクセントっていう感じになるんですけれどもえまあこれはえっとアクセントで置いたカリラのカードも使えるんですけれども えー、マナコストがプラス2されてしまうということなのでえーまあ、やはり大変なまあ何だろう単純に終盤になってきて、まあ、マナだ豊富になってきた時に、えー、使いやすい使えるカードとかならばいいんですけれどもまあ序盤で使うとかっていうのはかなり厳しいっていうところですよね。はいえー、で、まあ、こんな感じでデッキを組んでいきます。 はい、でまあお次はですねそれぞれの勢力のカードについて、えー、軽く見ていきたいかなと思います。まあ、といってもえー、っとデッキ編成画面で説明するんで、まあ、自分が持っているカードしか、まあ、ちょっと紹介できないっていうのが、まあ、残念なところなんですけれどもまあ一応全てのカードは確認することができるのでまあなんだろうその勢力での、えーまあ、強いカードだったりだとかをあまあ自分も始めてまだそんなに経ってないんでそんな偉そうに語れるかどうかはわからないんですけれども まあ強いカードを何枚か紹介していきたいかなというふうに思います。えー、で、まず、えっと、赤ですね。アードベックなんですけれども。えー、まあ、アードベックはですね、まあ兵士系のユニットが多い。兵士とか人間が多いですね。まあなんか簡単な話、軍隊なんですよね。アードベックっていうのが。はい。えー、まあ、なので、まあこの辺の一般兵だったりとか、突撃兵、長弓兵という感じで。まあ、兵士だったりがいたりと、あとはですね、 まあ何番、えー、隊隊長副隊長みたいなカードが結構多いんですよね。はい、えー、例えばですけれどもなこの辺か、えー、3番隊隊員エレナだったりだ,ったりだとかであとこれも、えー、っと4番隊副隊長リビエラだったりっていう感じでまあなんか軍隊っていう感じのカードが多いですね。はい えー、でまあやはりですね、まあ、特徴としては、えー、と強力なミニオンが多いですよね、えー、アードベックに関しては。例えば、まあ、結構コストが高くなっていくんですけれども、まあ、個人的に、えー、と <laughs> まあ一番強いってわけじゃないですけれどももうとんでもなく厄介なのが、えー、とこいつです、えー、4マナの「震源の騎士」ということで、えー、これ本当ぶっ壊れカードですね。はい えー、でまあ4マナで、えー、攻撃4、えー、体力5ということなんでまあ別にえー、っと他と比べてそこまで強いわけじゃないんですけれども、えー、召喚時に手札を1枚捨てるというデメリットがあるんですけれども、えー、パッシブスキルのえー、っとこの間隔これめちゃくちゃ強くて、えー、スペルやスキルで選択されず受けるダメージが1軽減されるということなんで。 えー、これがですね、えーまあ、なかなか突破できないんですよね。体力5なんですけれども、す、え、べ、ー、てのダメージ1軽減されるんで、えー、本当に突破するのが難しいっていうカードになってます。はい。で、まあ、こんな感じで人間だったり、であとは、えーまあ、高ステータスのミニオンが多いっていう感じですかね。はい。えー、これ自分のお気に入りなんですよね。えー、繋がれた競争。 ですね、もう爪,爪って呼んでます、ね、自分は。<laughs> はい、えー、っと5マナで、えー、攻撃8体力10ということでめちゃくちゃ強いんですけれども、まあ、デメリットの塊で、えー、このミニオンは攻撃できないっていうのと。 えー、っとともう一つですね生き栄ということで自分の単価主ー好みこのミニオン以外の自分ミニオン一体を破壊するということで、えーまあ、こいつがバニルだけで自分の、えー、味方ユニオンがどんどん破壊されていきますはい <laughs> まあそういうデメリット満載のカードなんですけれどもね自分のお気に入りですねはいあで一応攻撃できないっていう、えー、このスキルがあるんですけれども このゲームの中のカードにですね、パッシブスキルを無効にするっていうカードがあるんで、それと組み合わせることで攻撃できるようになるし、このパッシブスキルの生き栄えもなくなります。なので、単純に5マナで80の超強力なミニオンになってくれるというところですね。はい。こんな感じでカードの組み合わせとかでかなり輝いたりするものもあったりとかするので、 えー、本当に面白いかなというところでございます。えー、でまあちな,ちなみにですけれどもえー、とまあえー、とマナーと、えー、ステータス、まあ、大きく離れてるんですけど例えばこのクロエだクロエとこのメーフからの使者、えー、お互い5マナなんですけれども、まあ、5七と三三ということで、まあ、かなり効果っていうかステータス離れてるんですけれどもえー、とまあそのステータス低い分 かなり効果が強力というふうに考えてください、まあ、なので本当に単純にステータスだけで決めるようなものじゃないっていうところですねはいあまあ例えばですけどこの4マナのえっ、ー、とサブアトラスアルマンドえー、ちょっと名前 <laughs> 名前言いづれなえな、ー、えこのカードあるんですけれどもまあさっき話したえっ、ー、と「深淵の騎士」だったり、まあ、その隣の 秘術の継承者だったりよりもステータスが圧倒的に低いんですけれどもこいつの効果はですね、えー、パッシブスキルで、えー、と攻撃時に対象のミニオンを破壊する、えー、そのミニオンから反撃されないということで相手がどれだけ強いミニオンだろうと、えー、こいつが攻撃すれば相手を倒すことができるということで、えーまあ、こんな感じで非常に強力な、えー、っと能力を持っているというところでございます。でパッシブスキルルもう一つこのリタル ン度っていうのも <laughs> 強力なんですけれども、えー、決心時に相手の手札のマナコストを全てプラス1数ということで、えー、これもめちゃくちゃ強いですね。はい。えー、まあこんな感じで、まあいろいろカードありますよっていうところですね。で、特にアードベックに関してやっぱ兵士とか、えー、兵隊が多いんで、えー、っと、まあ単純に強いミニオンが多いっていうところですね。はい。 でまああとのカードはですね、えー、皆さんで始めてみて、えー、ちょっと見てみて見てもらえたらなと思いますはいでえっ、ー、と次の勢力ですねえー、っとまあポートエレン、えー、呪文が多い勢力なんですけれどもちょっと見ていこうかなと思いますでえー、っとまずえー、っとまあこんな、えー、ニコルみたいにですねえー、っと右下の方に えー、ステータスが書いてないのは、えー、スペルか、えー、っとレリックになっております。はい、で、えーっとまあ、基本的に、えーまあ、ポートエレンなんでスペルのカードが多いんですよね。これ全部スペルですね。えー、っと1マナのカードは、えー、っとステータスのない1マナのカードは全部スペルということで、えー、特にこの白日。 これ先ほど、えー、と自分が説明した爪がいるんですけれども、えー、この白日の効果で爪が攻撃できるようになったりとかしますね、えーまあ、全てのミニオンはパッシブスキルを失うというところで、まあ、こんな感じでカードを組み合わせていくというところになってますね、はいでまあ、やはり呪文が豊富ということなので、えーっとまあ、その呪文に合った、えー、っとスキルを持っているミニオンが多かったりしますね まあ、例えばこの吸収するドラゴンだったりすると、えー、自分がスペルをプレイするたびにこのミニオンを、えー、プラス1プラス1するということで、えーまあ、なんで10マナある時に、えー、と吸収するドラゴン出して、えー、と1マナのスペルを9枚使えば、えー、と9の12になるんですよねはいもうめちゃくちゃですけれども、まあ、実際そんなことはめったに起きないのでまああの取れてる効果かなというふうに思います で、あと、こいつなんかも、えー、っと、こいつはアクティブスキルで移動を持ってるんですが、えー、っと、アクティブスキルっていうのは、この移動の隣に書かれた、えー、っと、数字分、えー、マナコストを払うことで、えー、っと、まあ、移動、まあ、そのものの意味ですね。えー、っと、まあ、前回の動画で言ったかん、言ったように、えー、っと、盤面上で戦うんで、えー、っと、そこで移動することができるということですね。まあ、例えば、このミニオンだと、周囲1マスの、10なマスに移動できるっていう。 いう効果があります、はい、で、えー、っと、こいつに関しては、えー、その移動を使ったときにですね、えー、っと、デッキから自分の手札に2万ナ以下のポートエレンのスペルを1枚加えるということで、えーまあ、なかなかに強いというよりかは、まあ、スペルをメインに使っていく上で、結構、なんだろう、使いやすいカードになってますね。はい。えー、で、お次、えー、っと、まあ、レリックなんですけれども、 まあレリックとスペルの見分けちょっと見、あ,あ、でもスペルって書いてあるのか。呪文の方は。あ,あ、<laughs> ああ書いてあるな。えー、呪文の方はここにスペルって書いてあるんで、まあ分かりやすいかなっていう、種類のところにですね。あと効果のところにもスペルって書いてあるんで、まあちょっと分かりやすいかなっていうところです。えー、で、えー、右下にス,あのステータスがないのと、えー、パッシブって書いてあるのはレリックになりますね。 はい、でレリックっていうのは、まあ、この前の動画だとちょっと分かりづらかったかもしれないんですけれども、えー、と盤面の好きなところに、えー、と設置することができて、えー、まあ例えばその範囲内にいるミニオンに恩恵を与えたりだとか、まあ、逆にデバフを与えたりだとか、えー、ともしくはその盤面にあるだけでプレイヤーにとって有利になるっていうカードがレリックになります。まあ、例えばこの A 6音機ですけれども えー、いずれかのプレイヤーがスペルをプレイする場合そのスペルと同じカードをデッキに加えるということで、えーまあ、例えばですね、えー、とこの,この、えー、とレリックを盤面に置いて、えー、と自分でスペルを使うとそのスペルは、まあ、墓地にも行くんですけれども、えー、とデッキに戻るということなので、まあ、またドローした時に、えー、同じスペルを手,あの手札に加えることがあるというところでございますね。はい、えー、でももう一個これも、えー レリックになるんですけれどもえーと自分のターン終了時自分の手札に知識を1枚加えるということでまあ知識っていうのが1マナのカードでえー自分の手札を1枚してカードを1枚引くという効果がありますでそのカードを手札に毎ターン加えることができるっていうところですねはいえーでまあこれがレリックになるんですけれどもまあもちろんあのレリックを破壊するカードとかもえ普通に存在するのでまあなんだろう 長いこと,、えー、と場に残ったりするのは、まあ、相手のハンド次第なんですけれども結局は、まあ、難しいかなっていうところでございますかね。はい、で、えーっとまあ、ポートエレンということでやっぱりスペルが多いですね、えー、この辺も全部スペルカードになってます。で、えーまあ、単純に結構強いスペルも多いんですよねこの「ファイアーストームとかは外周、えー、マスのミニオンに4ダメージということで。 ほとんどの方がですね多分どういう盤面だったかなっていう風なイメージあると思うんですけれども外周、えー、マスっていうのは結構範囲が広くてですねそこに全あの4ダメージ与えるんでまあ、えー、しかも2マナで使えるんでえっ、ー、とまあ早い段階で使えるというところですねなのでまあ単純に相手のミニオン全部倒したりすることもできるというところで、えー、普通に強いカードになってますね。 まああとはこの降り注ぐ絶望の羽だとかも、えー、全ての人間に4ダメージということなんでまあこれは特に相手が、えー、っとアドベック、えー、赤の、えー、種族を使って勢力を使っている相手に、えー、刺さったりするカードですよね、えー、2マナですべ、えー、ての人間に4ダメージなんでまあ序盤で使われると多分ミニオン全滅しますはいもうそれぐらいのスペルになってますねはい で、えー、っと、まあ、あとは、スペルもそうなんですけれども、まあ、ミニオン自体も結構テクニカルなカードが多いですよね。多いっていうイメージですね。まあ、例えばこれ、輝く魔法書でリーザなんですけれども、選択したミニオン一体を手札に戻す。まあ、要はバウンスですね。はい。えー、まあ、そんな感じ。で、あとは、えー、っと、2マナでちょっとぶっ壊れカードがございまして、ぶっ壊れっていうか、まあ、あ うーんまあ、個人的に絶対に、えー、とポートエレン使うんだったら、えー、入ってくるカードなんですけれども、えー、魔導工作員、えー、これかなり強いですね、えー、まあ召喚時に相手の手札を確認しカードを1枚墓地に送るもう見マナで使えるカードじゃないですよねほ多分他のカードゲームだったら <laughs> まず相手の手札を確認するの時点で、まあ、かなりアドバンテージある上に、えー、カード1枚捨てることができますからねしかも好きなカードですよこれいやめちゃくちゃ強いですねこれ はいえー、でまあさすがにこんなメリットばっかりあるカードじゃないんで、えー、っとこのミニオンが、えー、やられた時は相手はカードを1枚引くんですけれども、まあ、だとしてもめちゃくちゃ強いですよね。はいえー、でまあそんな感じで、まあ、結構テクニカルなカードが多いっていう感じですかね。はい でまあとのカードは、えーっとまあ、ご自分で始め,めてから確認してほしいかなというふうに思いますあでやっぱり呪文が多いんで、えっと、こういうドロー系のカードもやっぱ多いかなっていうイメージですかね、えー、選択されたプレイヤー1人はカードを3枚引くところででこれ面白いのが、えー、選択されたプレイヤーということなので相手も引くことができるんですよねはい、えー、面白いですよね まあ、いろいろできることが増えていくかなっていうところですよね。はいえー、でまあそうですかねまあそんなところですかねといっても、まあ、自分が持ってるカードが少ないんでまだあれなんですけれどもあそうだえー、っと、まあ、これから始められる方で、えー、っともしポートエレンで始めたいっていう人がいるんだったらこの黒い月、えー、絶対手に入れた方がいいです。えー、これマジぶっ壊れです。 カええー、まあつい最近ですけれどもえっ、ー、と黒い月のデッキに当たって、えー、自分4ターンぐらいでやられました <laughs> もうほんと速攻でボコボコにされたんで、えー、これめちゃくちゃ強いですはいでえっ、ー、とリセマラが結構しやすくてこのゲームえー、まあ最初の10連が引き放題なんですよね、えー、本当にあのアンインストールとか全くすることなくその場で引き放題なんで でしかもレジェンドも、えー、結構な枚数出てきたりもするので、まあ、黒い月狙いで、えー、っとリセマラ始めてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますねはいおすすめです黒い月めちゃくちゃ強いですでえー、っとまあ効果が悪魔使者魔術師をプラスにプラスにするんですけれどもてかまあプラスにプラスにって結構しれっと言ったんですけれどもめちゃくちゃステータス上がってますからねはい えー、で魔術師が結構ポートエレンに多いんですよね。でこの辺魔術師です。魔術師魔術師。魔術師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 。えー、魔術師ですね。あ人間だった。<laughs> 人間だけだった。あ一応この種族っていうところがあるんで、えー、この種族っていうところが人間だったりとか、えーまあ、人間と魔術師っていう感じで書いてあるんで。 あ人間兵器とかも言いますね武装少女人間兵器だとかえー、っとあとはあまあ植物食材とかっていうのもあるんですよね結構面白いですよねはいあこれ魔術師だ、まあ、人間魔術師ということでまあこんな感じでいろいろとあるのでえー、っとまあ、良ければ良ければというかまあ始められた方はですねこういう種族とかも気にしていくと面白いかなというふうに思いますはい で、えー、最後カリラということで、えー、まあレリック恩恵を受けやすい勢力ということなので、まあ、要はレリックがまず多いんですよね、えーっとまあ、フィルターで、まあ、レリックって選択すると結構出てくるんですよね、えーでまあ、これ持ってないのも多いんですべてで見てみると、まあ、レジェンドとかの、えー、高レアリティの、えー、っとレリックとかも結構多いんで まあこんな感じで、えー、かなり豊富なレリックになってます。はい。えー、っと、戻すか。あー、間違えた。<laughs> 間違えた。よし。で、えー、っと、まあカリラに関しては、まあ人間以外の、えー、っと、ミニオンが多いかなっていうイメージ。まあ特にエルフだったりだとか。 ゴブリンだったりだとかっていうところですかねはいでえっ、ー、とゴブリンが恩恵を受けやすい、えー、レリックがあったりだとかもするんでまあそこそこ面白いかなっていうところですねでえっ、ー、とカリラのイメージとしてはえっ、ー、とまあアードベックは強いユニオン強いミニオンが、えー、多いっていうところだったんですけれども、えー、カリラはですねえっ、ー、と低コストの、えー、カードが多くて、えー、でまあ決心が使いやすいんですよね えーと低コストのカードが多いってことは。で、えー、とその決心からつな、えー、げていけるというか、えーとまあ、動きやすくなるっていうカードが結構多いんでまあなんだろう結構盤面を広げていけるカードが多いというイメージですね。はい あでああそうま、もうこいつだ。<laughs> まさにこいつ。えー、っとまあパッシブスキルで、えー。このミニオンを含めて決心するたびに週1マスの自分ミニオンをプラス0プラス1するということなんで。えー、っとまあ決心するじ時点でもう、えーまあ、最後に置かれたミニオンだけですけれどもプラス1プラス1って 4K があるんですよね。でそこからさらに、えー、っとこの15の通訳者っていうのが、えー、周りにいると、えー、プラス0プラス1するということで。 ま、決心からかなりステータスを上げていくことができるというカードになってます。はい。で、まあ、レリック自体も結構強力なカードもあったりして、このシンラの切り株ですけれども、互いのターン開始時に、このレリックと同じマスにいるミニオンに回復して、プラス1、プラス1するということなので、もしかも、えっ、ー、と、マナコストも1で使えるんで、 とこれすぐに、えー、置いてですね、えーまあ、1マナなり、えー、2マナなりのカードと一緒に組み合わせていくと、えー、その低コストの、えー、低マナかまあどっちもい,いや低コストの、えー、とミニオンでもでこの効果でどんどん強くなっていくということもできるっていうところですねはいまあこんなカードがありますよというところで であとはですね、えー、と結構特徴としてやっぱ決心をつなげていきたいっていうそういうなんだろうえー、っとまあ勢力になっているんで、えー、っとこの8がいるんですけれどもえー、っとまあ1体召喚して、えー、もう1体、えー、追加で召喚するっていう民謡が結構多いんですよねはい。 えーま、なのでこの兵隊鉢キュリー、えー、召喚時ランダムな種類1マスにスキルを持たない11の、えー、兵隊鉢兵,兵隊鉢を召喚するということでまあ面白いですよねはいあでこれ <laughs> これ広がる森林これ要はフェアリーライフです、えー、デュエマで言う <laughs> デュエマで言うフェアリーライフなんですけれども、まあ、ただのフェアリーライフじゃなくて、えー、ワンドローできるというところでめちゃくちゃ強いですよねはい もう単純にあのデュエーマーの話ですけれども普通にフェアリーライフで強いのにさらにワンドローできるっていういやーなかなかに壊れてますねはいまあでもこれ結構使ってる余裕なかったりするんですよね相手のデッキ自体では相手が速攻デッキだったりとかするとこんなの使ってたら普通に負けたりとかもするんでまあ色々と難しいところであるんですけどねはいでえーっとまあ先ほども言って 言った通りフ、えー、フェアリーこれフェアアリリーーこれか、まあ、エルフだったりあこれかエルフエルフだったりあと獣だったりっていう、えー、種族も多いゴブリン,だゴブリン獣エルフフェアリーが多かったりしますねまあざっとなんだろう、えー、キャラの絵見てみても、まあ、人間っぽいのいないですもんねこれもエルフなんで人間っぽく見えてもエルフなんで これもエルフなんで。もう待ち構えるエルフって書いてあるんで、もうエルフです。はい。えー、これもすごい人間っぽく見えてもエルフです。はい。わ <laughs> かんねえ。わかんねえなー。あ、これ人間でした。えー、高貴な猫姫。人間、獣、猫。もうどれだよって話ですよね、これ。<laughs> もうどれだよって思,思いますけどね。はい。えー、まあ、というところで。えー、っと、まあ、こんなところかな。で、 ああでそうだこれ <laughs> エルフの笛吹きえー、っとまあカリラにおいてまあいろいろデッキテープはあるんですけれどもえー、っと一番基本的なカリラのデッキにおいて最も大事になってくるのがこのエルフの笛吹きになってきますであとはえー、っとレリックですねこの、えー、希望のしるべこの2枚が、えー、かなりキーとなってくるかなというところで、まあ、なぜかというと、えー、先ほどのあのー なんかピンクの髪した獣獣娘みたいなやつと同じで、えっと、このミニオン含めて決心するたびに、えー、週1マスの自分ミニオンをプラス1プラス1するんですよねこいつに関しては、えー、まなので、まあ、どん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 捨て出さがってきます、えー、でさらにえこれも効果が一緒で一緒,だ一緒ではないんですけれども まあこっちのレリックに関しては自分ミニョンが決心するたびにえこのレリックの遅れた週1マスの自分ミニョンをプラス1プラス1するんでもうどん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 捨てた跳ね上がってくるんですよねはいいやもう恐ろしいカードですえ本、ー、当油断してると一気にえ攻撃10とかになってもうすぐやられちゃうんで、まあ、気をつけたいというところですね <laughs> はい でまあ、こんな感じで、まあ、結構いろいろと、えー、勢力ごとで違いがあって面白いかなというところでございますあこのジャークラー大佐とかもまあえー、っとこのカリラーっていう勢力が、まあ、結構先ほども言ったんですけれども低コストのカードが多いんで、まあ、相手からやられやすいんですけれども、えー、このカードはそこを逆に利用したカードですよね、えー、カリラミニオンが破壊されるたびこのミニオンをプラス1プラス1するというところで。 めちゃくちゃ強いです。まあでもこれはあんまデッキ入ってるの見たことないかな。まあコス、あの、マナコストの割に結構使い勝手悪いんですよね。あの、4マナっていうのが。まあそんなところですかね。はい。あこいつ、殿様ドラゴンフロック、えー、こいつにめちゃくちゃやられました。<laughs> まあ大したスキル持ってないんですけど、 なんかこの殿様ドラゴンフロックを生かしたアグロアグロのデッキにやられたんですよねいやー悔しかったですねはい、えー、まあ多分この動画を今見てる人のほとんどが何言ってんだこいつって感じするかもしれないですけれども、えー、本当にデッキ組む人デッキ組むのが上手い人とかだとえー、っとえー、なんでこんなカード活躍すんのっていうのが多かったりもするんで、まあ、やっぱ面白いですよねはい。 でえっ、ー、とまあこんなものかなでちなみに自分のお気に入りがこのえっ、ー、と <laughs> マタンゴマッシュドラゴンですねはい、えー、これ結構面白いんですよね、まあ、まず5 7 4ナの時点で、まあ、結構体力高めなカードなんですけれどもえっ、ー、とまあアクティブで移動を持ってるんですが、えー、その移動した時にですね、えー、移動元のマスとランダムな白1マスに11、えー、のマタンゴを召喚するということなんで。 えー、まあ要はこのドラゴン移動するだけで、えー、と2体分モンスターが増えるんで決心がつなぎやすくなるというところで、えー、普通に強いカードかなというふうに個人的には思います、えー、自分以外で使ってる人は見たことないです未だにはい <laughs> いや強いと思うんですけどね自分はまあ単純にゴマナっていうのが重いっていうのもありますけどね はいえー、まあこんなところで結構関係ない関係ない話というかまあ無駄な話もしてしまったかなというふうに思うんですがまあこんな感じで、えー、カードの紹介を終わりたいかなというふうに思います、えー、でー、まあ、ロストアーカイブですね、まあ、結構なんだろう今エバーテイルがマジでやることがないので、まあ、もしかしたら、えーっとまあ、続編を作るかもしれないですはい。 えっとまあ、ちなみにですけれどもちょっと対戦してるところをですね、えー、っと皆さんに見てもらいたいっていうのが、まあ、あったりもするのでまあやっぱ対戦っていうか対人戦対人戦がやっぱ一番面白いと自分は思ってるのでそこをちょっと見ていただきたいかなっていうところなのでまああと一本はちょっと見てもらいたいかなっていうふうに思っております。 はい。ええー、まあこんなところで、えっ、ー、と、布教活動第2弾を終えたいかなというふうに思います。はい。ええー、というところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。